My life wasn't perfect, yeah, I know that now. When it came crashing down, all I know is that I need you around. When it comes crashing down, all I need is not to feel so much alone. はい、パイティアオチャンネル、ママでーす。どうも、パパティアオです。はい。今回は、何ですか？ですか？あのほんまに買ってよかったキャンプギア7000やったやんか、うん、でそっからあの増えたんですよね。ああ増えたな。新しく入ったギアたちが、うんうん、今回はこの1ヶ月ぐらいで増えた、うん、購入したりいただいたりしたギアがちょっとあまりにも素敵なんでちょっと紹介していきたいなということで、はい、そういう企画です。はい結構増えたやろ。結構増えたね。そう、いただき物もあるし、うん、イベントで限定で買ったりとかもあって、そうやな、といいものがそうなんですよ、あったのでね、紹介し、それをだから今回はちょっと紹介していきます。はいはい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあまず一つ目。はい、じゃあまずこちら、私がちょっとずっと欲しかった外のミニマルホットサンドメーカーです。これなかなかちょっと本物見たことなくって、でフラテンレイトさんで見つけた瞬間ちょっと欲しいなってなってしまいました。外のケース入りソロ用のホットサンドは持ってんねんけど、あれも可愛くてよかったんけど、これはなんかパンだけじゃなくいろんな料理もできるかなと思って。お、すごいしっかりしてる。これ、え、パン2枚挟んでこうこのままや焼けるし、こう折りたためてこうで、ここで止める。めっちゃコンパクト、収納もコンパクトで、うん、いいですね。めっちゃいい。はい、2個目は次は、はい、この前行ったフリートっていうイベントで、うん、あー、はい、キャンプセールズさんの、そうなんですよ、はい、そこでゲットした商品をちょっと紹介しちゃいます、うん、はいはい、これです。はい、フェデカ、フェデカのクレバドングとナイフ、ヘルムデザインっていうセールズのオリジナルブランドのランタンシェード的なものです。シェードやね。はい、じゃあちょっと開けていきましょうね。ゴールゼロのね。そう、もうこの種類しかなくて、木目とかはまあそれぞれの違いがあるからこっちを選びました。ここは買えるねんけどね。これなんかずっと欲しがってましたもんね。うん、カーボがかっこいいよね。これで肉焼いて食ったらめっちゃうまいでしょうね。うん、そうやな、それだけで絵になるような気がする。あー、なんかね、うん、これがあのフリート限定のフェデカのナイフです。はい、おー、それが、そう、これが限定ですよ。はい、これこのフェデカのナイフ自体はあのいろんな人が使ってるとこ見てて、かっこいいと思ってあのイベント行ったら限定で売ってたっていう。黒ってのがいいですね。前までずっとオピネルのナイフ。あ、そうそうそう、オピネルはオピネルで可愛いねんけどな。こういう感じでかっこいいよね。フェデカのクレバトングで挟みながらナイフで切る。はい、フェデカのナイフでした。ヘルムデザインのゴールゼロのランタンシェードレイライン上からおお、綺麗、すごい綺麗やね、眩しい。これ結構この反射が綺麗な。実際俺使ってみたらどんなかなって、うん、楽しみ。ああ、確かに好きやな。なんかこういう柄やろ。こういうのが好きなんですよね、男の子は。はい、はい、まあトントントンと3つ、そうですね、行きましたね。フリートでゲットした3つです。3つでした、はい、これでもすでになんか4つ買ってんねんけど、すごいねなこの1ヶ月足らずで。ほんまやん、怖いね。怖いで、ほんまにな。沼って怖いっすよね。買わへんつもりで行ったらあかんやな、多分買うつもりなかったのにな。なんか買ってしまったな。やっぱ新しいもんって怖いな。
こう初めて 見る新しいもんって怖いよな。じゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい、はい、これでいい。じゃあこれ、奈良キャンプ1でこのステッカー、エンリッチさんとアウトドアモンスターがコラボして作ったこのステッカーをゲットして、でエンリッチさんがこのねコップにステッカーを貼ってるのを見て、そうイエティのタンブラーにこのエンリッチのステッカー貼ってて、そうかっこいいと思って、そう奈良キャンプ1 の出店ブースの動画でも紹介してんだけど、うんうん、それがもうめちゃくちゃかっこよかった、うん、で真似しようと思いました。笛吹いてるんですよね。そうラッパみたいな、笛吹いてなんか幸せを呼ぶみたいな感じの、うんうんうん、エンリッチの焚き火台のデザインのココペリ、ココペリ、そうそうそう、ココペリ、そう、かわいい、そう、そういう話も聞いて、うん、焚き火台の中で、幸せなりてぇなみたいな、うん、幸せなりてぇなみたいな感じで買っちゃったな。真似しようと思って買いました。はい、すぐ真似しました、すみません。でイエティがちょっとなくて、うん、スタンレーと、うん、ハイドロフラスクのタンブラーゲットしたんで、ちょっと早速貼っていきましょう。貼っていきます。はい。これですね、スタンレーが僕で、うん、ハイドロ。ハイドロ。こっちがママさん。はい。ちょっと黒黒でどうなるかなっていう。まあでも黒に黒貼る人おる言うてたもんね。こだわりが強い人は、ちょっと貼っていきましょう。貼っていきましょう。後ろやな、やっぱり。うん。大丈夫かな、黒に黒。これ分かるよ、でも貼ってみな、分からへんな。うん、貼ってみ、貼ります。はい、貼りましょう。これマジで取れへんな。はい、できた。めちゃくちゃ時間かかったね。めっちゃ神経使った上にちょっと下の方ベッていっても慎重になりすぎて最後の最後で、はい、ちなみにパパティアはこのビニールを剥がしていません。もうビビって剥がさねえ、うん、あれ見た時にママさんのって言って文字が全部持ってかれてたから、ちょっとこの辺もいかれてるんですよね。まあでもその辺は味というか味っすね。いやでも可愛いな。うん、可愛い。黒もやっぱり見て、やっぱ黒黒でも分かるよな。うん、分かる人には分かるっていう、うん、かっこいい、かっこいい。そうなんですよね、うん、はい、はい、うん、こんな感じでよかったですね。はい、はい、じゃあ次これです。はい、 SY ライドの BFF。 BFFお姉ちゃんにキャンプギアを買わせるの動画の時に出会ってしまった、出会ってしまった。オレンジやったな。うん、オレンジ。たまたまラストの1個があって買いました、これも。連れて帰ってきました。はい、めっちゃいい感じの箱に入ってるから、高級ケースやで、これ。で、開けて、はい、開けても開けても箱、これを開けたらまた 箱なんか LED ランタンっていろいろ出たもんね。うん、だからこの BFF したり全圧も出してたでしょ、ジグ。ああ、ジグね。うんうんうん、ジグって言われたらなんか仕事で使うジグなんかなって思ってしまう。ジグの方になったかな。工場で働いてるなーや。工場系キャンパーはやっぱそう思っちゃうね。うん、はい、これですね。かっこいいな、やっぱりゴールゼロより一回り大きい感じ。だいぶ大きいですよね。ほら、あ、確かにな、ちょっと存在感あるよね。こんな感じで、うん、白とオレンジ、暖色系とね、暖色系と白と両方3段階ずつでいいですね、これ。うん、SY ライドっていう会社がナツーラというブランドを出してるんじゃないですかね、うん、おそらく、うん、おそらくですよ。僕もその調べたりしないでセールズさんのあれみたいな、ヘルムデザイン、ヘルムデザインっていうことやと思います。これね、 BFF でした。じゃあ、はい、次これ、次はアイです。ゴールゼロの日本限定カラーのベージュ、ベージュゲットしました。カーキがもうなかったんですよね。うん、ベージュしかなかった。これが限定のカラーのやつです。で、従来のやつ、うん、従来のゴールゼロ、うん、まあもう一緒っすよね。やっぱここだけやね、色違う。こうですよね、うん、ボタンの色も違う、黒と黄色。おや、こっちは一緒、一緒です。ただ、色が違う、
色違いのゴールゼロ。光り方的にはどうですか？一緒よ。はい。まあ一緒やね。一緒やね。はい。ゴールゼロの日本限定カラーベージュでした。カーキはいらないですか？カーキまあ変えたら欲しいかな。ああもう変えたらでいいっすよね。うん。なんかこれもすごい。え、速攻で転売されとったんやろ？速攻で転売されとったんな。そのなんか、転売ヤーの、うん、何その行動力と、うん、情報力、うん、すごいね。すごい。転売にかける情熱がすごい。うん。はい、じゃあ次行きましょうか。はい。すいません、次これです。はい。初めてのミニマライト。一応なんかスタンダードなやつが揃ったんかな？そうやね。ゴールゼロ、うん、レッドレンザー、うん、ミニマライト。うん。そう、ミニマライトを買ったのはこれなんですよ。このシェードでね、ランプシェルタータイベック、これ作ってる人とお会いできました。お会いできました。これ一応なんかゴールゼロ用やねんな。そうそうそう、ゴールゼロ用なんですけど、うん、あのミニマライトつけた方がちょっと可愛かって、うん、そうで、それを見たからこれ用にミニマライト実際にちょっとつけてみましょう。つけてみましょう。これかぶせてこのままやったら落ちちゃうから、はい、ローリングで止めてあげてください。こうです。ちょっと付け方が分かんないですけど、おお、ね、すごいすごい、おお、かわいいな。かわいい。これです。こんな感じで、うん、使ってたんだよ。でこれ紙やから軽くていいんですよね、うんうんうん、場所も取らへんし、紙やのに濡れても大丈夫のやつ。そう、値段もリーズナブルで、ゴールゼロのシェードとか買おうと思ったらもう5,000〜6,000円とかするやんか、うん、しますよね。するな。でもこれもう1,650円なんですよ、うん、で結構種類あったよ。お、種類めっちゃあった、うん、なんかやっぱり膜によって買える人が多いみたいですね。おしゃれですね。うん、はい、じゃあこれでーす。はい、これでした。これでした。これでした。名前なんていうんだろうな。ミニマライトと、タイベック。あ、タイベック。ミニマライトとタイベックです。タイベックさんの。これでも結構個人的にはおすすめ。かわいい。はい、次はスピナッチさんのこのセットです。ゴールゼロ用のシールと発泡シェード。発泡シェード。実際つけてみましょう。これつけてみます。このシール、うん、をこう貼るんですよね。おお。だから一つのゴールゼロはもう完全にスピナッチ仕様、スピナッチ仕様にしていきたいと思います。かわいいよなこの有刺鉄線柄、うん、いいよね、うん、こういうのに弱いんですよ男の子は。うん、じゃあちょっと実際に貼っていきます。貼っていきます。はい、すごいぴったりサイズだね。いけましたよ。うん、いやもうぴったり。うん、で、いきます。発泡、発泡いきますね。はい、発泡いきましょう。いきますね、発泡。じゃあこいついっちゃいますわ。そう、グッグッグッと入れ込みます。黒、うん、次の白、はい、で、ラスト白で、こいつで止めます。どうでしょうか。できました。おー、すごい。じゃあ点灯しますね。はい、点灯。おー、なんかゴールゼロっぽくなくなったな。かっこいい。見て、すごい、めっちゃかっこいいな。有刺鉄線、いやー、ゴールゼロが大変身したな。また渋くなったね。やばくないですか。ええー、なー、この直接このゴールゼロにシール貼るっていうの新しいよな。思いますね。うん、はいはい、スピナッチのゴールゼロのシェードとシールでした。でした。かっこいいです。かっこいい。はい、次も、スピナッチの箸置きです。めっちゃ可愛いよな。箸置きって微妙にあれやねんな。そう、ないのよ。ないと困るし、うん、コロ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 って。そうそうそう、すごい。ここにスピナッチって書いてるのがまた可愛いのよ。めっちゃ可愛い。ゲード細かい。これです。めっちゃ可愛い。箸置き。
いるんよね、箸置きって。うん。実際ちょっと置いてみますか、じゃあお箸。おお、はい。いい。おお。どうですか、これ。ちょうどいいやんか。絶対なくしたらあかんね。絶対なくしたらじゃあ次もスピナッチの次これね、ずっと欲しがってたやつ。このグリップの部分、初めて買ったまともなトングやんな。うん、いつもなんか100均とかのか、例えばジャパンとかでバーベキュー用に、うんうん、ああいうのをずっと昔使ってて、うん、やっと買ったこいつのこのカスタム、うん、これ見た時からずっと欲しかった。やっとゲットしたね。はい、ちょっと早速つけていきます。はい、つけてみましょう。2位です。2位の六角レンジです。できました。これができるんですよね。そうそうそう、ほらめっちゃいい。すごくない？マジか、かっこいい。全然変わったね、これだけで。めっちゃ変わった。ペデカのナイフと似合うんじゃない？かっこよすぎんだけど、これで。こっち加減はどう？めっちゃしっくりくる。めっちゃいいです。ここか、より黒に近づいていってんな。ブラックキャンパーに近づいていってんな。次なんかあれ、焚き火トングのグリップ狙いたいね。あー、あれも出してたもんね、うん、めちゃくちゃかっこいいやろあれも。うん、スピナッチシリーズでした。そう、ゴールゼロとこちらカスタムグリップ、はい、ですよね。かっこいい。超かっこいいんですけど。はい、はい、じゃあ次はあれやね。次もう最後です。うん、これ紹介させてください。これです。どう、ワットロットのワンタッチバケット、うん、ワンタッチバケット、はい、夏限定なんですよね。そう、飛んで悩んだけど買わへんかったけど、グルキャンでな、実際に持ってはる人が数名いてそれ見たらもう欲しなって思って、おしゃれキャンパーに必要なやつって、うん、なったね。なりました。いや実際だからな、うん、使ってるとこ見たら、そうやね、より一層かっこよくて。かっこよかった。ママさん走ったっすもんね。そう、すぐフラテンリートに走りました。走られました。うん、でゲットしました。ここのね、黄色もいいし、この微妙な透明感で、なんか奈良キャンプ地で見た時に中にライト入れてて、外に漏れる光がいい感じやったから、一回やってみたいなって思いました。じゃあゴールゼロなんかをここにポチッと入れちゃう。重っ。はい、はい、最後バットノットの何ケースやったっけ。ほぼ何だっけ。めっちゃ忘れる。なんかな、ワンタッチバケット。そう、ワンタッチバケットで、まあでもあれやね、ここ1ヶ月さ、キャンプ行けてないやん。なんかようみんな言うやん、キャンプ行けてない時はギア買いがちって。あ、そうな。怖っ。いや、ほんまやと思って。絶対キャンプ行った方がいいやん。じゃあそうや、キャンプ行きましょう。行きましょう、うん、やった。ギアもちょっと増えてきたんで、いい季節になってきたし。はい、最近ゲットしたギアでした。はい、いかがでしたでしょうか。これからちょっと使っていきたいと思います。うん、皆さんもぜひ参考にしていただけたらですよね。だってそもそもこのアウトドアモンスターのこのステッカーがなかったら、うんうん、多分俺はこのタンブラーを買うことがなかったと思う。せやねん。でもさ、このタンブラー自体みんな持ってるよな。そうやね。びっくりした。結構な、うん、みんなタンブラーでこうやって酒飲んでて、コーヒーもタンブラーで飲んで。なんか俺はずっとわかる、うん、スノーピークとかさ、あ、チタンマグ、うんうんうん、がおしゃれやと思って使い続けてきてて、うん、確かに、うん、でももう遅れてたね。こっちの方がおしゃれなのかもしれない。みんなこれやったもんな、影響のされやつさ。うん、おしゃれやなって思う人が使ってたらもうすぐ真似する。すぐいいものはすぐ取り入れたいね、やっぱり。うん、勉強になります。
勉強になりました、本当に。かわいいんですよ。うん、まあ、これからもね、ちょっと使っていこう。ちょっと使いたいよね、本当に。マグも黒で、これも黒になって、ナイフも黒になって、ナイフも黒になって、ゴールゼロも黒くなって、やばいで、ほんまに。最高やで。なあ。はい、というわけで、はい、今回は、これで終わりましょうか。これで終わりましょう。ゲットしたギアの、うん、ゲットしたギアを紹介するだけの動画でした。はい。はい、皆さんも参考にしていただけたら嬉しいです。また使った感想なんかもね、うん、随時というか、うん、まあ、報告していけたらな、動画内で、はい、と思ってます。はい、はいはい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、はい、バイテオチャンネルでした。はい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、皆さん次回の動画でお会いしましょう。最後までありがとうございます。最後はバイ先生でお別れです。バイ。Thank you! バイバーイ。バイ、今日チャンネルでした。